とゲームして面白くないな。こんなの配信してるキラーとかがつ、はい、やってる可能性があって、そういう人って、勝ちにこだわりすぎてる可能性はゼロじゃないから、簡単にする可能性はゼロじゃないから。と言いながら配信してる人の予想だけどね、来たことね。で、私、来たことは。修行って発電機触ることだよ。チェストあさることじゃねえよ。ほら、あれなんかチェストあさるパークなのかな、このトリーケインのパーク。チェストあさってるやつは結構いるよ。なりたくてチェストは立ってます、なるわけねえだろうって。これ発電機回すゲームだぞ。どうやって発電機を回すかを考えるゲーム、チェイスするゲームじゃなくて発電機回すゲームだぞ。サッカーでいうとこの点取るためにやることって発電機回すことだぞ。そういうゲームで発電機回さねえやつはいい、勝って勝つんだって話。ねえわ、二人に普通この二人の動きダメだろ。一緒の動きをして一緒の発電機を触ろうとするっていう、もう能力がないことがもう一刻同然だから。この人のバーコースは野球なはずだわ。知ってはいるから、あまり気づいた思い。ダメすぎたろ、もう。なんか分からない。
ブルほどがほんとダメスイッチとか出ないんですよ。顔の可愛さならセーブルほどが圧倒できたけど、どうしてんの天秤わかるで。出ないの。こんなお荷物でいいんだぜ。普通にこれ勝てるんだぜ。テーブルモードがあまりにもひどくて、こんなやつでいいんだぜ。もう一人よ、早く行けよ。手が離せねえだろうよ。次のチキンプレー、いや何してんの。いやもう嘘だろこいつよ。いやもう嘘すぎて、もういやもうなんだよ。いやこれおかしいだろうよ。なんだよこのスキルチェックのよ。いやーもうこのスキルチェックなんだよ。これもう俺のスキルじゃない。俺が回してる発電機とか触れよって思うんだぞ、こっちは。味方に恵まれないもん。で、発電機のスキルチェックがおかしいし。なんであんな異常値になってんの、もう。もういいよ。まだ天使が生きてる方がいい。天使はもう回せ。発電機回して勝つ方を選ぶと嬉しいけど、この二人の動きがな。
っぱりゲームだもんね。コートが1本すれば楽勝なゲームなのに、これ。ほら、こうだろ。こいつマジで何のためにこのゲームやってんだよってレベルのやつ。いねえだろうよ。こいつはマジで何のためにゲームやってんだよ。なんでこいつはこのゲームやってんの？爆弾抱えてんだよ。このチーム爆弾抱えてんだよ。爆弾抱えてんだよ。フェンミンは抜けるべきだから。このチームもイカレ具合のやつの爆弾抱えてるから、もうほら爆弾のプレイヤーってこうだから。今までチキンプレイ繰り返したやつがさっさと抜けないの。ほらこんなさ、人間性最低のプレー繰り返してるやつがさ、これ、最後までこれ最低なの、マナーが悪いやつ抜けるのがやつだな。こんなやつのプレーで来てほしくないのに来てんの。なんで驚く発電機も触んないで。こいつがやってればもっとブルゲーなのに、これ驚くよ。余計なことだけやってんの。驚くよ。こいつがいるんだから勝てるわけったら、こんなやつよ。本当に勝てるもんな。必死でやらねえやつってよ。で救助もろくに来ねえで、壁も入らねえで、そこにいてそっさと逃げるだけだから。通報入れるよ。信じらんないよ。自分のプレイスタイル見てよ。発電機も触んないって。俺が下まで行って気を使ってんのによ、抜けてもくれないの。何もしないからこいつは。死んねえよ、まずよ。何の意味があんだよ、これよ。マジでムカつくから、ほんとこうやってよ。何のためにやってんだよ。何のためにやってんだったらよ、こいつよ。何のためにやってんだよ、こいつってよ。これや、これや、ヒーローじゃん、ダルバラン、スバー、スバー、スタン。どこ入れるよ。ゲームだよ。こんなに俺むちゃくちゃ苦労してんだよ。マジで驚くんだぞ。なんでこんな人がいんの。むちゃくちゃ驚くで、これよ。こいつよ、何のためにゲームやってんの。驚くで。すごいムカつくんだけど。俺の気持ち分かると思うで。でも勝ったね、勝ったね。気持ちよくはゲームできたからね。